ポーランドのマルティンとしても知られるオパバのマルティンは13世紀の重要なドミニコ開始の年代記作家である。チェコのシレジアの町オパバで生まれてローマから帰還する途中のボローニアで1278年6月以降に死んだと信じられている。彼はプラハで学びポーランドで活動した。そのため彼は ラテン語では、マルティヌスアポビエンシスとか、マルティヌスポロニスという名で知られていることもある。ドイツ語では、マーチン・フォントロピオ、チェコン語では、マーチン・ゼット・オペービーと呼ばれるようである。マルティンのラテン語の年代記、クローニクン・ポンティフィカム・インペラトラムは特に興味深い、レイアウトをとっている。見開きの2ページが、ページごとの50行で、それぞれ50年間を記述し、左のページが、 一向一年の割合で教皇の歴史を、右のページが皇帝たちの歴史を記述し、左右のページが厳密に並行するように書かれている。これは、グラフィックデザインの新境地であって、必ずしも全ての同時大臣に受け入れられたわけでは、なかった。多くの初期が、ページレイアウトを考慮されることなく、単にテキストをコピーしていき、結果として、どちらかといえば、 混沌とした変連の年代記になっていった。これは非常に大きな影響を与えた年代記である。400以上の写本が知られており、後世の年代記作家に与えた影響は明らかである。マルティンのクロニカムは除教皇ヨハンナの伝説に最も大きな影響を与えた資料である。他の著作としてはプロンプチューリウムエグゼンプローラムがある。ありがとうございます。